皆さんこんにちは。 Do it yourself ideas へようこそ。このビデオでは皆さんにこちらのとても可愛い家の形をしたプレゼントの箱をご紹介します。こちらの屋根のところを開けて中にプレゼントを入れることができます。また小物入れなどとしても使うことができます。お子様のおもちゃとしてもこちらの家の形をした箱は使うことができます。今回必要な材料は横30センチ、縦15センチの厚紙、物差し、鉛筆、そして頑丈な厚紙1枚、大きさは縦横 7.5 センチです。そしてハサミとセロハンテープ、透明なもの、あるいは和紙テープなどでも構いません。まずは物差しと鉛筆を使って厚紙に目印をつけていきます。まずは左から 7.5 センチ、15センチ、 22.5 センチ、それでは向かい側にも同じところに目印をつけていきます。 7.5 センチ、 15センチ、そして 22.5 センチ です。それでは15センチのところに目印をつけていきます。こちらは 7.5 センチ、中央に目印を1つつけます。向かい側も同じです。それでは今引いた目印を物差しを使ってこのように向かい側に合わせて直線で結んでいきます。特定の目印を使う方は向きが逆にならないように気をつけてください。それでは上に屋根を作っていきます。まずはこちらの四角形の真ん中に目印を一つつけます。一番右側の四角形のところにも真ん中 7.5 センチのところに目印を一つつけます。 7.5 センチの真ん中に目印をつけたら今度は左右の角に向かってこのように斜めに直線を引いてください。先ほどのところも同じです。それではこちらの三角形をハサミを使って切り取っていきます。こちらも同じです。こちらの三角形2箇所も同じです。完成するとこのような形になります。こちらが屋根になります。両側を合わせるとこのように家の形になります。重ねる前に窓やドアなどをマジックなどを使って描いてください。ステッカーなどを貼ってみてもいいと思います。窓のところに写真などを貼ると面白いかもしれません。皆さんのお好きなようにしてください。それではこちらの紙を折っていきましょう。まずは右側の一つ目の目印のところに合わせてこのように折っていきます。それぞれすべてのところで合わせて折っていきました。こちらの三角形のところは特に折る必要はありません。折っても構いませんが、そのままでも大丈夫です。それではテープを使って貼っていきます。透明のセロハンテープを使う場合は外側から貼ってもあまり目立たないかと思います。セロハンテープなどをそれでも目立たないようにしたい方は内側からこのように貼ってください。同じようにこちらの上もセロハンテープで貼っていきます。屋根の片方はセロハンテープを貼らないようにしてください。そこを開けて中のプレゼントを取ったり入れたりします。
こちらのもう片方は少し屋根よりも角が大きくなっています。ですのでそういう場合はハサミで上手に大きさを合わせてください。そしてこちらの片方はセロハンテープで留めて構いません。これでおもちゃとしての家は完成です。ただプレゼントなど中に入れたい場合は家のこちらの底に頑丈な厚紙を貼ってください。これで家の形をした小物入れあるいはプレゼントの箱が完成しました。完成するとこのようになります。もし友達が引っ越しをした時などにこちらの家の贈り物をあげると面白いかもしれません。外側には皆さんのご用意したステッカーなどいろいろなものを貼ることができます。ぜひとても簡単ですので皆さんもこちらの家の贈り物を作ってみてください。いかがでしたでしょうか。今回のアイデアを気に入っていただけたらぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。